いや久々だな。皆さんこんにちは、スタイリストの大山俊です。今日はですね、皆さんこの背景には見覚えがあるかなと思うんですが、自由が丘に来ています。外でですね、本当はオープニングを撮りたかったんですが、今日はですね、皆さん外台風来てる状態で、もう大雨なんですね。そんな中ですね、全力でお届けしたいなと思ってるんですが、グリーンレーベル自由が丘店さんにお邪魔しまして、秋服ですね、もうこれは大人の男性に鉄板だというものをですね、どんどんご紹介をしていきたいなと思っています。まあ今日なんかはもう久々にですね、ちょっとこう肌寒いぐらいの天候だったので、ずっとですねアイスコーヒーを飲んでいる僕でしたが、今日はちょっと思わずホットを飲んだぐらいですね、まあ割と涼しい日なんですけども、皆さんも秋服欲しいタイミングかなと思います。まあそんな時にですね、もうやっぱり頼りになるのは僕の動画の中ではおなじみのグリーンレーベルさんですね。秋のですね新作結構入ってきてますので、もう今日はねどんどん着ながらですね、まあリアルなところを皆さんにご紹介できればなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。それではもう前置きはこのあたりにして、早速ですね、もういかに多くの商品を着るのかというところにですね、僕は今日力を注ぎたいなと思っていますので行ってみたいと思います。まず前面見てください。まあこちらがね、やっぱお店の顔として、まあ一押しのものが置いてあるのかなと思うんですが、もうカーディガンですね、こちらのマネキンにも着せてありますが、ちょっとあぜ編みのこういったニットのカーディガンね、まさに今時期はもう鉄板ですね。でサイズ感も少し緩めになっていまして、肩のラインも落ちています。でカーディガンというと、僕ら大人世代は結構薄手のカーディガンのイメージが強いかなと思うんですけども、中肉厚で体のラインを拾わないようなシルエットになっているので、これ結構使いやすいんですよね。まずこれですね、まあ色はこちらでですね、まあ、ダークグレー、これぐらいの色味がすごく使いやすいなと思います。まあメンズのベーシックな色としてはネイビーとかそのあたりが割と多いかなと思うんですけども、やっぱりダークグレーとかっていうこの色合いですね、都会的でシャープな雰囲気は今すごく旬な雰囲気がするので、まずこれから早速着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。もう大鉄板ですね。これはまさにこう秋には一枚あって間違いのないようなアイテムかなと思います。まあ今の僕自身もですね、 T シャツの上に軽く羽織ってる感じになりますが、まあこのような形でですね、一枚持っておくと夏の延長線上で着ることができるので、これはかなり便利かなと思います。まあ今着てるのが M サイズなんですが、肩のラインも落ちていて適度にリラックス感があります。まあ体のライン拾わない具合でちょうどいいなと思いますし、このグレーの感じも重たすぎないようなダークグレーなので、すごくね着ていてバランスいいなと思います。コーディネートは簡単で、内側白系の T シャツ着てもらったりだとか、あとはボーダーの T シャツなんかで合わせてもいいと思いますね。でお得意のブラック系のパンツで引き締めてもらって、足元は白系のスニーカー履いていただければ、もう簡単にコーディネートが完成するので、これは使い勝手いいんじゃないですかね。ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。あと気になるのはこのあたりの、まあ、レザー系のシューズですよね。まあ、スニーカーが大好きで、僕もニューバランスとかね、もう散々履いてですね、今も愛用しているんですが、まあ、これはこれでいいんですけども、ちょっと久々にですね、革靴履きたいなというテンションになってきているので、まあ、そういった時にこういったローファーですね、スウェードのローファーですね、これ GH バスのですね、別注の商品なんですけども、これもなかなか良さそうなんですよね。ちょっと足入れしてみましょうか。はい、どうでしょうか。これまた素敵じゃないですか。ちょっとこう丸みのあるシルエットで、ローファーなんですけども、あんまりこう堅苦しい感じはしないんですよね。で、このダークブラウンの僕はスウェードのローファーって大好きなんですが、ちょっとクラシックな感じもして、ブラック系のパンツにも相性いいですし、あとはですね、こういったダークグレーのパンツだとか、あとはベージュっぽい感じの色のパンツにもすごくつながりがいいと思うんですね。同じ系統でこうね、グラデーション出してあげるのすごくいいなと思いますし、結構ね、いろんなものに合いやすいんですよね。このオルマイイージーパンツですよね。これのシャークスキンバージョンのダークグレー。まさにこれと僕は合わせたいなと思うんですけども、なかなかバランスいいですよね。ブラックのパンツも鉄板で使いやすいんですが、ダークグレーもですね、すごく使いやすくて、まあ上半身がブラックだとか、あとベージュだとか、そういった時にも使いやすかったですので、このダークグレーのですね、オルマイージーパンツも個人的には欲しいなという形でチェックをしています。なかなかこれいいですよね。別注ポイントとして、デッキシューズのソールをつけているということで、履き心地がすごくいいんですね。
まあ、事前にですね、いろいろとお話伺ってたんですが、結構スタッフの方の中でも非常に評判がいいのがこちらのシューズなので、まあ、ぜひ皆さんもですね、まあ、改めてこういったローファー久々に履いてみるのもいいかなと思います。意外とデニムとかとも相性がいいのでね、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。はい、じゃあこのまま後ろの方に行ってみましょうか。こちらもですね、もう使い勝手の良さそうなアイテムありますね。このあたりのシャツですよね、使い勝手良さそうですね。襟元がスッキリとしたバンドカラーのシャツで、素材はですね、これはウォッシャブルビエラっていうことで、ウールとポリエステルのコンボになっているんですね。なので、まあ、すごく扱いもしやすいですし、ウールが持つ上品な質感っていうところも楽しめるような形になっています。で、チェック柄が入っているんですが、まあ、いわゆるこう柄のしっかりとしたチェック柄ではなくて、細かめのチェックになっていて、結構ですね、同色系なので、バランスよくですね、他の男性にも着やすいような柄になってるかなと思います。これもね、ちょっとなかなかイメージがつきづらいので、着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか？これ、なかなか素敵じゃないですか。まあ僕もですね、シャツはいろいろと持っているんですが、その中でも圧倒的に多いのは無地なんですね。で、まあちょっとね、無地系だけだと飽きてくるので、ちょっと柄物入れたいなというところで、ストライプだとかを選ぶんですけども、チェック柄というのは、なかなかですね、ハードルが高くて、僕自身も選ばないんですけども、これぐらい細かいチェックだったら、結構大人の男性にも使いやすいかなと思います。色もですね、ダークグリーンというということで、かなりこう深めの色合いなので、すごくねバランスいいなと思いますね。これは着てみないとですね、魅力が伝わらないなと思うぐらいですね。実際に着てみると使い勝手もいいし、ちょっとね今までないようなシャツとして活躍してくれるかなと思うので、新鮮な気分ですね。まあ、ブラック系のパンツだとか、あとはですね、まあ、ベージュ系のパンツなんかで合わせてもバランス良さそうですね。これいいですね。なんかまあ T シャツの上にさらりと着るぐらいでもいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんこちらもチェックをしていただきたいなと思います。そしてそのまま横に行くとですね、これはもう絶対にお勧めしたいなと思ってたんですけども、こちらですね。また上品なですね、ウールとポリエステルの素材のこのシャツなんですけども、色合いがまたいいですよね。秋冬らしいモカということで、これがですね、個人的に以前からずっとですね、気になっていたので、こちらも着てみたいと思います。まあ3色展開で結構ブルー系もいいんですけどね、結構好み分かれるところかなと思うんですが、まずは鉄板ですね、このモカちょっと着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたが、もう完璧ですね。イメージ通りすごいハマりがいいですね。秋冬っぽいモカの色合いで、ちょっとこうベージュとグレー混ぜたような色合いがすごくですね、上品に見えていいなと思いますね。まあ、表面にはですね、ちょっとこう微光沢があって、このあたりの風合いもコットンのシャツには出ないようなですね、まあ、ちょっとこう上品さが漂うのかなと思いますね。まあ、サイズ感はジャストルーズということで、まあ、ゆったりとしてるんですけども、そこまでこうオーバーに振りすぎてないというところが、まあ、最大のポイントで、大人っぽくですね、肩肘張らずに着れるような、そんなサイズ感になっているかなと思います。これはいいですね。もう着て帰りたいぐらいですね、秋の雰囲気にぴったりの一枚かなと思います。これも本当にコーディネートは簡単ですね。上半身が明るめだったらブラックだとか、先ほどのねシャークスキンのダークグレーのパンツとかも相性がいいかなと思うので、そのあたりで合わせていただきたい一枚かなと思いますね。まあ、他にはですね、このダークグレーもいいですね。ダークグレーもいいな。ちょっとねオフホワイトのパンツなんかで合わせても良さそうだし、このあたりの色もいいと思うんですが、個人的にはモカですね。これを一押しにしながら皆さんにチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてですね、こっちのゾーンに行ってみましょうか。こちらもね、いろんなアイテムありますね。グラミチのパンツもあれば、まあ、オールマイイージーパンツと、まあ、同じぐらいですね、非常に人気のプレイパンツですね。僕の動画の中ではもう散々出てきているので、皆さんもご存知かなと思うんですが、まあ、このようなですね、明るい色なんだけども、真夏だとですね、結構オフホワイトとかホワイトのパキッとした感じでしたが、まあ、柔らかいこれぐらいの色合いの方が、より秋冬にはですね、相性いいかなと思いますね。まあ、このような色のパンツと、あとは先ほどのね、こういったダークグレーのシャツで合わせてもらってもすごくバランス良さそうですね。この2つ鉄板で合いそうですね。まあ、上半身が重めで下半身は少し明るめっていうところが、まあ、大人男性にも使いやすい配色なので、この色合いもいいですね。
プレイパンツもね、僕持ってるんですけど、シルエットいいんですよね。オルマイージーパンツよりも少しゆとりがあって、リラックス感があるんですけども、まあそこまでね、こう、ダボっとしすぎてないところがいいのと、あとやっぱりこの360度ゴムっていうのも楽なんですよね。これもね、ぜひ、この色特にいいなと思いましたね。あとは少し、まあこれブラウンなのかな？ベージュか。ベージュという表記なんですけども、このあたりの色合いもね、秋冬っぽさ出て、すごくバランスいいなと思うので、まあ、ブラックもいいんですけど、たまにはこういった違った色もですね、皆さん、トライしていただきたいなと思います。なんかね、このあたりのチェック柄を見ると、ちょっと古着屋さんで見かけたことがあるようなテイストかなと思います。こちら、ペンドルトンのですね、チェックシャツですね。このあたりもですね、僕ら大人世代には、ちょっと胸厚なアイテムかなと思います。中でもこのね、ブラックとグレーのこう、オンブレチェックっぽい感じの雰囲気ですか。これがなかなかバランスいいなと思いますね。ちょっと僕の中でもそこまで着たことはない柄なんですけども、まあ、せっかくなのでこちらもですね、別注ですかね。はい、ぜひ着てみたいなと思いますね。はい。実際に着てみました。新鮮ですね。まあ、カジュアル感のあるシャツで、先ほどのウールコンのシャツとはまた違った雰囲気で、これまたなんかね、こう新鮮な感じしますね。ちょっと襟幅も大きめで、このあたりも大胆ですし、サイズ感は通常のですね、ものに比べると少しゆとりを出して別注ポイントとしては仕上げているところと、あと丈ですね。長すぎないようなバランスにしてあるので、このあたりはすごく今のテイストが取り入れられているかなと思います。胸元のポケットもですね、ちょっと大きめについていて、まあ、シャツとしても着れるんだけど、個人的にはもうアウター感覚で着れていいんじゃないのかなと思いますね。まあ、チェック柄でカジュアルなんだけども、オンブレチェックということで、今のトレンド感もちゃんと拾ってありますし、ブラックベースのグレーとかも混ざっているので、割と着るとですね、大人っぽさというところは適度に漂うので、これバランスいいんじゃないですかね。これはなかなか素敵な別注なので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。はい、こちらもありまして、じゃあちょっと横に行ってみましょうか。まあ、アウター系がね、豊作ですね。秋に T シャツだとか、あとはバンドカラーシャツの上にさらりと着ると、着こなしが成立してしまうよというところでは、このあたりですね。僕はグリーンレーベルさんの秋アウターといったら、このイメージが強いんですね。まあ、いわゆるですね、カジュアルなカバーオールをベースにしながら、素材感をですね、ちょっと上品に振ることで、見え方を変えてあげるというところですね。これもウールが混ざっているような素材感で、すごく上品な見え方になりますね。まあ、ベージュもちょっとグレイッシュなベージュで大人っぽくていいし、あとこちらはですね、ダークグリーンなんですね。これは多分言われてみると確かにグリーン味を感じるんですが、だけどもちょっとこうグレーが混ざったようなグリーンなので、割とですね、大人っぽく着やすいかなと思います。どっち着ましょうかね。なかなか難しいとこなので、両方着てみたいと思います。いいですね。もう鉄板ですね。もう着る前から分かっている。それぐらいなんか安心感のあるような仕上がりかなと思うんですが、ベージュの色味がすごくいいですね。ベージュと一言で言っても結構いろんな色味があるんですが、これはですね、結構曖昧なベージュですね。やっぱりグレー味があるところがすごくいいし、ペタッとしたような色合いではなくて、割とですね、こう表面の質感としては表情豊かな雰囲気もあって、このあたりも含めていいんじゃないのかなと思います。カバーオールのディティールですね、ここはしっかりと表現されながらも簡略化することで大人っぽく上品な雰囲気に仕上がってますね。僕はなんかこういった上半身ちょっと明るめに振る着こなしが好きなんですね。というのもブラックパンツ愛好家なので、上はちょっと明るく振りたいなと思うんですけども、これはなかなかいいんじゃないでしょうかね。今着てるのはサイズ M サイズで、適度なサイズのゆとりはあるけども、だらしなくならないっていうところで、すごくこれは大人男性の秋のアウターとしては鉄板だと思うので、ぜひ見ていただきたいなと思います。そしてやっぱりダークグリーンも、僕もちょっとなんかイメージが湧かないので、こちらも着てみますね。続いてダークグリーンですね。これもいい色に仕上がってますね。まあ通常だとこのようなカバーオールのイメージだと、まあダークグレーとかネイビーがありそうな感じがするんですが、そのあたりが今回ないんですよ。で、このダークグリーンが追加されていて、どういう色味なのかなってオンラインで気になっていたんですが、まあすごくいいですね。ダークグリーンなんだけども、これまたグレイッシュなところがあって、まあすごく使いやすいんですよね。
うん、これだったらネイビーとかと同じような感じで気軽に使うことができるし、だけどもネイビーに比べるとちょっと旬な雰囲気だとか人との違いも出しやすいので、なんかこれはすごくなんか使いやすいダークグリーンだなと思いましたね。まあ、ブラックのパンツとも相性がいいので、僕もこのまま着こなし成立するので、すごくこれはいいなと思いましたね。まあ皆さんどっちが好みですかね。ちょっとグレイッシュなこちらのベージュなのか、それともちょっと深めのダークグリーンなのか、ぜひ皆さんもね、コメント欄で教えていただければなと思っています。続いてですね、こちらのゾーンに入っていきましょうか。僕が気になるのはですね、このあたりのアイテムですね。なんか見覚えがある感じもしますが、襟元ですね。ポロシャツなんだけども、スキッパー型になっていて、夏頃にはですね、皆さんにもポロシャツご紹介しましたが、長袖のですね、スキッパーポロですね。これもなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、秋のトップスというと、やっぱりニットが一番最初にですね、皆さん思い浮かぶかなと思うんですけども、まあ、ニットもいろいろ持ってるよという方は、このようなスキッパー型のポロシャツも雰囲気いいんじゃないのかなと思いますね。ちょっとこちらも着てみたいと思います。実際に着てみましたがいかがでしょうか。これはいいですね。めちゃくちゃ気に入りました。僕もやっぱりニットはいろいろと持っているので、ちょっと変化球つけたいなっていうところがあったので、このですね、ちょっとあぜ編みの雰囲気と襟元ですね、スキッパー型になっているところがすごく新鮮でバランスいいなと思ってますし、欲しいなと思いましたね。色もですね、このライトグレーがまさになんかちょっと明るさがあってバランスいいなと思いますね。まあ、ゆとりもちょっとありますし、体のラインも拾わないので、これは使い勝手いいんじゃないでしょうかね。まあ、割とこうチロティ覗かせてあげるような着こなしがまずは鉄板だし、あとはこのあたりのちょっとこう細かなボーダーとかもチラ見せしてあげるのもバランスいいかなと思いますね。あとはですね、この上にアウター羽織ってもすごく活躍してくれると思うんですよね。まあ、襟付きのトップスということで、ちょっといつもの見え方とは変わってくるところがポイントになるかなと思うんですけど、これいいですね。欲しい。本当にね、いいなと思いましたね。色はですね、他にあとダークグレーもあるんですね。赤系とダークグレー。ダークグレーもね、鉄板で合わせやすそうですね。このあたりもいいかなと思うので、まあお好みで色も選んでいただきたいなと思っています。続いてですね、これはちょっと見覚えがあるぞというものがありまして、こちらですよね。このシャツアウターもなんか雰囲気良さそうですね。先日ですね、ユナイテッドアローズさんの展示会にお邪魔した時にですね、まさに試着したのがこちらのアイテムなんですが、ようやく店頭にも並ぶようになりましたね。まあ、質感としてはですね、スウェードのような雰囲気なんですけども、リアルなスウェードではなくて、まあフェイクなんですが上品に見えるので、扱いやすさとかも考えると、これぐらいがやっぱり使い勝手がいいなと思いますね。まあ、最近は本当よくできてるので、これでも十分ですね、スウェードの質感出てるなと思っていまして、これもちょっと久々に着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。まあ、改めて着てみて抜群にいいですね。素材の質感いいですね。なんかね、スウェードライクな質感ということでね、すごくバランスのいい質感だと思いますね。なかなかリアルなスウェードではこのような綺麗な発色って出せないと思うんですね。曖昧なカラーにちゃんと染め上げるにはこの素材ってのは適しているので、すごくバランスいいなと思います。リアルなスウェードに比べると軽くてすごく着心地もいいし、なおかつ質感もちょっとこうぬめり感があって上品な質感、このあたりもすごくバランスがいいですね。個人的にはこれすごく欲しいなと思いますね。まあ、ポケットこちらも胸にですね、左右対称についていて、アウター感覚で着れるような一枚ですね。 T シャツの上にさらりと着ていただくだけで上品な質感が表現できるので、まあ、通常のシャツですね、ちょっと飽きた方にはアウター感覚でこのあたりを取り入れてもらうのはすごくいいかなと思いますね。意外とこのあたりのこのピンクなんかも色合いいいですよね。ブラックのパンツと合わせて引き締めれば結構バランスよくはまるかなと思うので、まあ、ちょっとね、色合いはどれがいいか皆さんにね、お任せしたいなと思うんですが、まずはダークグレーから見ていただいて、その良さを実感したら、ちょっと色味によって全然雰囲気も変わるので、意外とこのピンクなんかもですね、大人の男性に合わせやすいかなと思うので、皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。そしてそのまま後ろに行ってみましょうか。これもね、触れないわけにはいかないですね。
このジャーマントレーナーね、この展示会の時にですね、皆さんにご紹介して、どうやら売れてるらしいです。なかなか店舗でも、ダークグレーがですね、僕、ちょっとご利用ししてしまった結果、結構店舗にはなくなっている状況で、また、10月とか11月ぐらいですかね、それぐらいには入荷するというお話なんですけども、あまりに良くて、僕もこちらのですね、ナチュラルですかね。ナチュラルも購入しました。もう自腹で購入しました。これもね、すごく良くて、足元をダークグレーでギュッと引き締めてあげるのもいいですし、あとはですね、ちょっと明るさを出す意味では、ホワイトまではいかないんですけども、ベージュと、まあ、ナチュラルカラーの中間くらいの色合いで、これまたね、すごく良かったんですよ。スエードの持つ質感もすごくいいし、色合いも曖昧さがあってすごくいいし、このゴムソールとのね、バランスも含めて、なかなかいいので、このナチュラルカラーもね、ぜひ皆さんチェックしていただきたいですね。まあ、このあたりもいいし、あと結構ブラックも良くて、例えばちょっとこうやぼったいですね、オリーブのパンツ、カーゴパンツ、ベイカーパンツとかの足元をギュッと引き締めるには、結構ブラックのスウェードがかっこよかったりするので、僕も最近は結構ベイカーパンツをよく履くんですけども、このあたりブラックも欲しいなと思っていて、この同じ形で何色買うんだってぐらいですけども、すごくこれも雰囲気いいなと思いますね。まあちょっと鉄板のアイテムなので、ぜひ皆さんこのあたりもチェックしていただきたいなと思います。はい。何個紹介したんですかね。もうよくわかんなくなってきましたが、ラスト、後ろですね。ちょっとこちらにあります、シャツですね。もうシャツだけで何枚ご紹介してるのかわかんなくなりますが、こちら。トーマス・メイソンですね。イギリスの名門ファブリックブランドですね。トーマス・メイソンの生地を使ったストライプのシャツですね。ちょっとゆったりめの雰囲気で、これはですね、ブルーなんですけども、ちょっと深めのブルーで、ストライプの感覚も広めですね。これはちょっとドストライクで好きな柄なので、最後こちらを着てみたいと思います。はい、着てみましたがいかがでしょうか。もう鉄板ですね。めちゃくちゃいいですね。まあトーマス・メイソンの生地を使ったシャツ、僕もですね、実はもう何枚か持ってるんですが、結構ですね、高いんですよ。まあね、僕のイメージだと感覚的には3、4000円もうちょっと高いイメージがありますが、まあこれぐらいの価格帯で買えるのはすごくありがたいなと思いますね。まあブルーの中でも少し深めで結構微光沢があって、このあたりの素材の質感はやっぱりトーマス・メイソンらしいなと思います。で、サイズ感もですね、生地自体がすごく上品で、大人っぽいものを使っているので、あえてちょっとオーバーめに作ってあるんですね。このあたりのギャップが僕はいいなと思ってまして、軽くね、T シャツの上に羽織るだけで様になるし、あとは季節をがもうちょっと進めばこの上に、まあ、ニットを上羽織ったりだとかコートを羽織ったりだとか、なんだかんだで秋使えて冬使えて春使えるというところで3シーズンは使えるので、シャツほどなんか長い季節着れるものはないかなと思うので、ちゃんとしたものをね用意しておくのもいいかなと思うので、このストライプね個人的にはすごく好きな柄なので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回はですね、まあ大雨の中だったんですが、グリーンレーベル自由が丘店さんにお邪魔をしまして、秋の新作の中から僕が気になるものをですね、もうどんどんですね試着をした回になりました。まあ店内くまなく見たので、僕の中ではもう大満足でしたね。まあこのあたりのアイテムを見ていただければ、皆さんも秋の着こなしにはもう困らないかなと思います。まあぜひですね、人によってこのあたりがハマるっていうのは変わってくるかなと思うので、ぜひ皆さんの好みも教えていただきたいなと思うんですが、僕自身もですね、まあ、本当に新鮮な気分になりましたね。毎シーズンですね、少しずつ変化があってトレンドの移り変わりも感じられますし、色合いの使い方とかも変わってくるので、まあ、すごく僕自身も勉強になりましたし、楽しい回でした。結構ですね、この外での撮影、グリーンレベルさんのですね、この店舗の感じをお見せする動画って皆さんからのご要望が多いので、また定期的にですね撮影をお願いしたいなと思ってますので、これからも楽しみにしていただきたいなと思っています。はい、ということで以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。